あ、今日ね、ウニがあります。もうだいぶ売り切れちゃいましたね。私、ウニ1歳のお誕生日に一箱食べて鼻血出したらしいですその写真とお祝いにね、ちっちゃい頃から酒飲みっぽい思考だったらしい。あ、タチウオですか。タチウオ、わあ、これ食べると当たった。明日あの、僕は旅行っちゃう。へー、タチウオ、タチウオ、タチウオ美味しいな、タチウオ塩焼きが一番好き。これ持っても大丈夫かな、お父さん。持っても大丈夫です。立派なタチウオですね。ちょっと飲む。はい、タチウオ大好き。触って大丈夫なのかな。どこか、そこらこんな。あ、結構ね、これ結構長い。私たちを大好きです。これでおいくらなんですか。こんな長いですよ、すごい。しゃがんだ、お店の人どっか行っちゃった。お店の人どっか行っちゃいました。しゃがんだ量産よりも高い、ね、しゃがんっていうことは雑貨よりは高い感じですよね、きっと。え、今2200円になってくると 1.23 あるのかな。すごい立派なタチウオですね。ね、1キロ、1キロぐらいですか。測ってくださいよ。で 1.2 ありますね。2700円ぐらい、え、これってこちらだと何て呼ぶんですか。カワハギって言うんだ。関西だとカゲって言いますよね。カワハギってこちらでは言うんですね。なるほど、納得しました。いや、俺なんか扱ったやつはハゲって言う。なるほど。いや、そういう意味もあるんですよ。ね、このお魚もありがとうございます。私、大好きこれ。よく煮物にセットよく食べます。イカもすごく売れてますね。あ、カニ生きてる。あ、ほんとだ。これなんていうカニ。ケガニ。え、ケガニ。へぇー、ケガニ。ケガニだそうです。これはいくらなんですか。1杯で1800円。カニとイカはもうハイなんですね。そうですね。数が、数え方は1杯とか1尾とか、ね、あれですよね、イカって胴体が飲みお酒の飲み物のあれ形みたいだから1杯2杯っていう。あ、なるほどね。動いてる、結構活発に動いてますね。ちょっと暖かくなると疲れるよ。すごいね、挟まれる。挟まれる。で、カニって挟んだりするんですか。ありますよ。へぇー。わー。挟みがり、馬な感じで。持っても大丈夫ですか。うん、カニ、毛ガニ、1800円だそうですよ。安いですよね。食べたい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また大きいマグロが。でかいのも来た。この辺はマグロ屋さん。マグロ屋さんですね。これはもう本マグロ。それだけ試食して、試食してもいいですか。ありがとうございます。ご飯買ってきました。ご飯どこで売ってるんですかね。コンビニ買ってきて。はい、うわー、美味しそう。いただきます。食べながら終わります。はい
溶ける最高です、ね、こっちは溶ける感じ、さっきはジューシーにこうふわーって広がる感じで、こっちはシューってだけでいく感じすごいなんかニュアンスな表現です。でもそんな感じでしたよね、なんとなく美味しかったです、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう香りが鼻に通ってとても美味しいです。マグロに始まりマグロに終わります。市場今日初めて市場来たんですけど、すごいいろいろ見られて、いろんな種類の見たことないようなのとかもいっぱいありましたし、で安いんで、今度 もしチャンスあったらまた来て、ぜひ今度は何か買っていきたいなと思います。市場の感想は、なんかいっぱい買っちゃいつつ、試食させていただきつつ、触らせていただきつつ、なんか今までで一番満喫したので、やっぱ回を重ねることが大事なのだなと思いました。また市場ぐるっと回りたいと思います